寒いんで、あの私がいつも寒い時にやってるズルを2種類紹介します。東京大学理学系研究科物理学専攻の田村海です。1個目のズルは、寝る前のくせに牛乳を温めて飲んでしまうということです。うまいわ。哺乳類。あの白いな、飲み物としてね。もう白いことが不安ですね。不安になってくる。わかります？この感覚。恥ずかしいんですよ。白い飲み物を飲んでることが恥ずかしいと思いませんか？まあなんか意味わかんないこと言ったと思われてるんですけど、小学生ぐらいの時から牛乳給食についてて、それまでは普通に飲めてたんですけど、ある日一緒に喋ってた友達、めちゃくちゃ可愛い子だったんですけど、牛乳飲んで給食中にね喋ってて、でだよねみたいな、ハハって笑った時に口の中見えたんですよ。その時ベロ真っ白で、それ以来トラウマで牛乳が気持ち悪くなっちゃって、なんか青のりとかも私焼きそばにかけられなくて、歯に青のりがついてる自分を想像すると気持ち悪くなっちゃうからっていう。大学生になってからその気持ち悪さに耐えるほどの精神まで成熟したという感じですね。別にちゃんとベロ白くなるのめっちゃ嫌なんですけど。いやでも白いな、なんか自然界に存在しない白さ、食べ物としてはありえない白さ、これが哺乳類の体内から出てきてるとは思えない。ワイシャツぐらい白い。あともう一つのズルは、まあこれ使うんですけど、これは結構ずるいので怒る人は怒るんですけど、やめられなくなってるので、これをね服の中に入れてスイッチをオン。なんだろう、こたつ、服こたつ、もう本当にね束の間の幸せなんですけど、でもこれやってる時がもう人生で一番幸せだと言っても過言じゃないぐらいですね。朝とかもめっちゃやってる。この服ごたつ、はい、皆さんもぜひ服ごたつやってみてください。今日は寒いのでおしまいです。あっしょ。